アイオワン、神田くせ馬という映画で、日本側のヒーロー、マサヤをやっております江藤潤と申します。去年の秋から、まあ、この半年間ですね、ずっと撮影に携わってまして、大変な思いをしております。私がやるマサヤという役は非常に難解な役でございまして、自分なりに一生懸命噛み砕いて一生懸命演技をしてるんですけれど、本番を迎えて OK をもらっても果たしてそれが僕で今のやり方で良かったのかなっていつも不安に思って、毎日を、過ごしております。マサヤ非常に僕自身今まで体験したことないような役、特にまあちょっと精神を病んじゃうとかそういうこと僕やったことないもんですから、そこら辺に非常に苦労してます。なんていうかな、それでもまあ頑張って、トライしてますんで、期待しててもらいたいと思います。原作者のスミッタラさんに聞いたら、まあ合格点もらってますので、まあそれを僕の勇気として、毎日トライしております。まあ、残り少ない日数になりましたが、皆さんぜひ楽しみに、公開をお待ちくださいませ。他に言うことは特別ありません。スリランカ日本合作映画神田くせ馬、ご期待ください。バイバイ。